おはようございます、この番組は世界ちゃんとモゲル先生の元気なクリニックと、ダニマルくんの提供でお送りしてます。ダニマルくん、ということで、またいつも本の話で、恐縮なんですが、2日後にかすり傷も痛かったと、怪獣人間の、手名付け方が発売されます。なんで本の話を、このね何週間かはしていこうと思います。どちらも多分僕のこの YouTube を見てるような人にとっては有益な、本になるんじゃないかなと思ってます。でなんかまあ関係ない話なんですけど、さっき、Twitter でなんかあと Twitter っていう時にカッコツイッターっていう時に X かっこ旧ツイッターとかって書く人いるじゃないですか。そういう人は苦手だな。何なのって思う。なんかわかる、別に全然いいんだけど、なんか X かっこ旧ツイッターみたいな、そういう人とあんま仕事がうまくいったことがない。まあまあいいんだけど、なんかそこでヤフーの会長の川辺さんが、仕事の成功なんてまあまあでいいと、まあまあとはだいたい3割でいいと、失敗することもあるし、その失敗に学んで、まあ、最終3割成功してればいいんだみたいなことを言っていたら、メルカリの山田さんがそれに引用リツイートして、自分も3割っていう数字意識してますと。でまあ、メルカリの、ミッションにあるゴーボールドっていう大胆に行けっていうのがあるんですけど、大胆に行ったらまあ大体3割になるっていうか、それ以上勝率上げるの難しいと。大胆に行くっていうことは、勝負をするってことだからみたいな趣旨の、ことを書いていて、めちゃめちゃなるほどなと思いつつ、で逆に言うと僕の本とかまあ大体、売れてるなと。まあ何をもって成功とするかですけど、まあ一般的に出版の業界で言うと10版して黒字になれば、そういう10冊に1冊ぐらいが、そういうもっと少ないか20冊に1冊とかなんで、まあ大体ほぼ間違いなく10版して黒字にはなるんで、それを成功と低い次元で言うならば成功してるし、まあヒットとかもたまに出すんで成功してると思うんですけど、逆に言うとそれは僕の中でもうできることをやってるだけだなみたいな、ことを若干思いました。だから僕の中でまあ勝率が3割に下がるぐらいゴーボールドな大胆な、自分にとってハードルが高いことをやんなきゃいけないんじゃないかなと逆に思った次第です。なんでね、この僕の2冊の本も、失敗したって思うような施策、プロモーション施策とか、仕掛けとか含めて大胆にやっていこうかなと思ってます。いつもの手慣れのプロモーションに頼らず新しいことをやっていこうと思っているのでよろしくお願いします。で、じゃあ今日は怪獣人間の手名付け方でちょっと、何がいいかなと思ってますけど、前言ったかな。
これがいいかもね。これも怪獣人間の手なずけ方って、いわゆるやばい人とかすごい人とかをどう、関係持つかって話なんだけど、このチャプター7の、プチ怪獣との付き合い方っていうのは、いわゆる怪獣人間と呼ばれるほどではない普通の上司とか、うざい上司とか嫌な上司とかの対処法、じゃあこの52番、うざい上司はとにかく褒めろ、これを喋りますか。うざい上司はとにかく褒めろ。まあここに書いてあるのはすごいシンプルなんですけど、うざい上司っているじゃないですか。なんでうざいかよく考えた方がいいです。この本のまあずっとこの本で言ってることなんですけど、基本的に人間関係も何でも、相手はどういう立場か、相手はどういう感情かっていうのを考えた方がよくて、うざい上司ってじゃあなんだと、自分がうざい上司だったらって考えてみてください。なんでうざくするか、それは現状の自分の実力なり、社内での評判、評価、実績に満足してないがゆえに、下に必要以上にきつく当たったり、理不尽に当たったりする。まあそれだけじゃないとは思うんですけど、すごいレベルが高くて筋が通ってうざいとかだったら、自分がそのレベルに達してないから努力をした方がいいんだけど、ただ性格的にうざいとか人間性的にうざいみたいな人って、基本的には自分に対しての周りの態度に不満があるわけですよ。それがひっくり返って相手に対してうざい態度を取ると。だからもうシンプルに褒める、これにつきます。でどう褒めるのかとかどうでもいいんですよ、はっきり言って。すごいっていう、驚く、この2つです。すごいとか、天才ですかとか、さすがですねとか、その一言でどれだけ人間関係が改善されるか。みんなね、自分の言葉に対して重く考えすぎで、その言葉が重い時もあるんだけど、いわゆる一般のコミュニケーションにおいて褒めときゃいいのよ。そして円滑に回るんだから、子供だって大人だって褒めときゃいいんですよ。でもう一つ、びっくりするっていうのは意外と聞きます。もう終わっちゃったんですか、資料作成みたいな。びっくりするっていうのは、みたいな、何も言わなくてもいいの。びっくりするっていうのめちゃめちゃ聞きます。やっぱね、子供と同じなんで、大人もびっくりされるとか嬉しいんですよ。やばみたいな、嘘でしょみたいな、嘘でしょ、早すぎでしょ、嘘でしょ、すごすぎでしょとか、こういうのを言っとく、在場心には。そうするとこいついいやつだなってなるんで。でそういうのもできないぐらいうざい、もうそんなすり寄りたくもないみたいな場合は、無視、喧嘩、どっちかです。中途半端な距離を取るから、イライラするわけで、ちゃんと仲良くなろうと思えるなら、ちゃんと褒めてびっくりする。でもそれもやりたくないなら、もう徹底的に喧嘩したり無視するが、中途半端な距離にいるってことは自分の責任でもあるので、それはダメですっていうような感じかな。またじゃあ明日もで、詳しくは今触りだけ、言ったんで、詳しくは本書いてください。でね、これもう一冊の本、このかすり傷も痛かった、驚いたんですけど、これをめくると悪魔の俺が出てくるんです。ひどくない？
これでもね、この想定表紙をやってくれた人が日本一の日本を代表する想定家で鈴木誠一さんっていう、方で、多分この原稿、あの人原稿を読んでちゃんと、カバー作る人で、原稿を読んで結局美濃はかすり傷も痛かったとか言って、こうちょっとナチュラル的なこと、ホワイト的なこと言ってるように見えて、全然こいつケラケラ笑って反省してないじゃんというのがバレたんだと思います。まあそんな感じです、さすが。でめくったら僕の本性があるっていう、さすがですね。ということで今日も一日頑張ってね。